フレデリック・マリオットは、イギリス生まれの発明家で、1869年に、アメリカ合衆国で、航空輸送会社を作ろうとして、蒸気動力の飛行船の模型、ヘルメス・ワバター・ジュニアを飛ばして見せた人物である。これはアメリカにおける初の無人動力飛行である。1841年には、ロンドンで、ウィリアム・ヘンソン、ジョン・ストリング・フェローと共に、 空中輸送会社の役員会のメンバーであり、ヘンソンの空中乗機車の宣伝を担当した。彼らの航空機の構想は大衆を想像力を引きつけたが、大型模型実験の失敗により、資金不足となり会社は解散し、マリオットは1849年にゴールドラッシュに湧くアメリカのカリフォルニアに移住した。出版社の経営に才能を示し、カリフォルニアで 多くの新聞や雑誌を刊行した。ヘルメス・ワバター・ジュニアのレプリカ1866年にニューヨークとカリフォルニアを結んで旅客輸送を行おうとする会社エアリアル・スティームナビ・カンパニーをアンドリュー・ハリディと共に設立し、1869年7月2日に蒸気動力の無人の飛行船の模型ヘルメス・ワバター・ジュニアはテストされた。長さ37フィートで 一機の蒸気エンジンが二つのプロペラを駆動し、時速5マイルで飛行した。ヘルメス・ワバター・ジュニアはその後のテストで炎上した。1869年の株式市場の暴落で、マリオットの試みは挫折した。マリオットはサンフランシスコで没した。ヘルメス・ワバター・ジュニアの飛行は、アメリカの航空のパイオニア、ジョン・ジェイ・モンゴメリーに影響を与えた。 ヘルメス・ワバター・ジュニアのレプリカはヒラー・アビエーション・ミュージアムに展示されている。ありがとうございます。